第44回日本アカデミー賞の授賞式が19日、東京、グランドプリンスホテル新高輪で行われ、草なぎ剛、46、が、ミッドナイトスワンで最優秀主演男優賞を受賞した。本作は、故郷の広島を離れて、東京、新宿で生きることを決断し、崩れ壊れてしまいそうな自己を自分自身で支えながら、生きるトランスジェンダーの渚、草薙と、親から愛を注がれることなく生きてきた、少女、一花、服部木崎の姿を通して、切なくも美しい現代の愛の形を描く、ラブストーリー。草薙は、マジっすか。ごめんなさい。頭真っ白になってしまって、と呆然。本当に今まで皆さんと仕事をさせてもらえたこと、仲間の皆さんに応援していただいていること、香取慎吾ちゃんとか稲垣吾郎さんとか本当に近い人たちが支えてくれてここの舞台に立てている。嬉しいですと感謝と喜びを伝えた。そして映画ってそれぞれ作り手、役者の気持ちとかいろんな方向性はあると思いますが、一人一人の人生がよりよく全うできるような人との関わりの中で自分の人生を全うしていきたいですと堂々とスピーチした。優秀主演男優賞にはその他、小栗旬、罪の声、佐藤浩市、福島五十、菅田将暉、糸、二宮和也、浅田家が選出された。